今回も発掘された動画でした。手抜きの割に美味しかったよな。そうだね。ウプ主はお酢はそんなに好きじゃないけど、アマズアン系は好きなんだよね。まあ、味覚が子供ってことだな。でもそういう人結構いると思うよ。お酢は体にいいから飲め飲め。体も柔らかくなって一石二鳥だしな。そういえばお酢で体が柔らかくなるの迷信らしいね。え？お酢にカルシウムが溶けるからそこから派生したみたいだよ。でも科学的データはないんだって。さて、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。発掘動画はまだありますが、次回は最新動画を投稿します。今日作ってアップしようぜ。それではまた次回もよろしくお願いします。